こんばんは。カモとシーバスは何か関係ありますか？河口でデイシーバスしてるんですが、カモがたくさんいても釣れますか？はい、関係、河口はあんまないと思います。で、基本カモも、カモがなんで水の上いるかというと、猫とかに襲われたくないからいるんですよね。でもやっぱりいるなら水温が暖かい方がいいみたいで、東京湾なんかだと下水処理場の排水の流れに乗ったその川の流れと下水処理場の暖かい水が流れ乗った先のラインにずっといるんですよ、カモが。で、どん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 流されてって、多分だんだん冷たくなってくるんですよね。そうすると一回飛んで、また暖かいところに降りてっていうのを繰り返してるのがわかるんで、多分暖かい水が好きなんです。ということで、まあ、カモがいる、なんか明らかに意識しているラインは水が暖かいんで、もしかしたら、まあ、そこのラインはスズキ釣りには関係あるかなって思いますが、東京湾だとね、まあ、多分ほとんどおかっぱりで届かない。昔、森ヶ崎浄水、そこはまだ、まあ、多少ね、釣り場もありますね。浄水場の水が当たるエリアにはカモいっぱいいるんで、まあ、確かに魚も寄ってるかなと。で、港湾なんかだと、これからね、2月、3月、4月、日中、小春日和って言われる風の弱い晴れた日は、港湾の北面の浅い、なんていうか、運河の浅い泥にめちゃくちゃ日が当たって、すごい水温が上がるんですよね。で、そこにね、やっぱり夜の間すごい、多分水があったかいんで、カモが残ってたりします。でそこには結構スズキも来てたり、バチが抜けてたりするんで、スズキがいたりするんで、自分がよく春釣りしてるときは確かにスズキとカモはセットでいて、でカモってカモメみたいにバーンと飛べないんですよね。バタ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 って水面を30メーターぐらい叩きながら飛ぶんですけど、なんかね、それでスズキが逃げてるというか、なんかやっぱ釣れなくなる印象はあって、だから極力自分が春カモがいる、投げようとするところにカモがいるときは遠くからこう竿を上げてカモが飛ばない距離感で詰めていくと、カモは基本泳いで離れてくるんですよ。で、飛ばないように泳いで離れていくようにうまく誘導しましたね。だけど意外となんか柱の裏っかに一羽いたりして、でいなくなったなと思ったところで自分が覗いた瞬間カモが気づいてバタバタつってっていうのもいっぱいありましたけど、まあ、そんな感じでねやってたんで、ありです答えは。はい。